皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデモンズソウル遊んでいきましょう。さあ前回、あと前々回に続いてこの新マップラトレオ攻略中です。で前回ですね、なんか特殊な鍵を入手しました。これがですね、これ鍵ありすぎだろう。これだったかな、極輪の鍵。これね、極輪のない鉄の鍵、希望の炉の極輪専用通路に入るための鍵で、今回これを使って新マップに向かっていこうね。でですね、この人でまず石をドカ買いして、死んでももう怖くない。あ、でも回復も買っとこうか。1417、もう使ってしまおう。満月草かな、ちょうど1個買っていける。よし、ありがとう。行ってきます。こちらこそ。でですね、この鍵どこで使うか。これがですね、どこだったかな、カラオケおばさん、この人から割と近いところ、確かね、こっちだったかな。そっちはバーッと行くと落っこちます、確か。でここに、そう、多分ここら辺だわ。こっから一階層を落っこって、でですね、ここに入ってからの、確かね、ここら辺だったかな。あ、そう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 、すいません、これね、触れてしまいました。これが開いたの。あとこれが開いたということはこっちも開くのか。あ、だよね。これが何、その、極輪の専用通路。あの、奥の方なんだろうな。なんか光ってたな。あれ何、あれ敵か、あれ。ちょっと待ってね。まずじゃあ、こっち行ってみる。なんでここでこの二択がかかる？ここでこんな択はいらんのよ。あー、待って、なんかいる。よし。さあ、高名な勇者のソウルで、ちょっとこれをそう壊して、あれ怖いんだなあ。そう、あのバリバリってやつ、そんなにリーチはないんだけど。でペン、よし、2発。これでも冒頭でこのマップはきついだろうな。魔法転生まずないしね、そもそも。あ、ここ、あー、2匹いる。しかも強キャラもいる。これはね、これ困るな。あ、でも、ひるんでるわ。よし。さあ、スタミナに物を言わせて、ぶった切る。よし。はい、雑魚煽りの前決めて。じゃあ、これで、繋がってんのかな、こういう風に。あ、ですね。あと、そこになんか、ここまさか穴開いてないよね。よし。さあ、高名な勇者のソウル。これ取って、今回できればボスまで行きたいんだけど、いやでもここやっぱ初見はこれ迷うわ。誰でも。2回目来ても迷うと思う。だから、タイムアタックやってることすごいね。本当にもう、すべてを最適化して。で、だよね。これ開かないと詰むもんな。ほんで。これで、あ、そこに行けるんか。あ、なるほどね。これもじゃあ繋がってんのか。これちょっと待ってね。部屋を真っ暗にするわ。見えない。さあ、部屋を真っ暗にして、こっち。今日はですね、9月の26日。実はですね、あの、ブースの方でカレンダーを取り扱い開始しました。いつもご好評いただいているカレンダーです。よかったら皆さん、ご覧になってください。すいません、宣伝で。申し訳ない。これ多分、打ってくる、来ない？大丈夫？これは開くの？開くとかこれないんだ。そいつね。これどうしようかな。ここも穴とかこれない？ないよ。あー、待って、あいつめっちゃ強い。やべえな、これ。鬼のように強かった。危なかった。あれ？なんだあれ？一発何？何あれ？あれあんな強いの？マジか。くっそ。これで何？もう一回そこまで行きなさいと。これはもうあれ使うしかないかな。ライフのなんだっけ、儚い瞳の石、あれ使わないときついわ。さあ、大体さっきと一緒のとこなんだけども、これ復活するのかあいつら。いやー、マジか。これだってこれで魔法を捉えられると死ぬぞこれ。おいー、これ許してよ、もうこんなの。
マジか。矢が飛んでくるとこれ死ぬわ。させん。ジグザグに走って逃げよう。いやー、ここはえぐいな。ちょ、待ってね。ナイツの一発の火力やばかった。ここで、どれだったっけ？これか。儚い瞳の石。これ使って、これ必須じゃないっていうか。で、卑怯とは言う前なしよ。はい、ブス。当たらんのかい、この、まっすぐそこに行かんのかいっていうね。くぅ、ちょっと左目を狙って、待ってる、ここら辺だな。割とこう、ブレるんですね、これ。17。あ、これ全然通ってないわ。これはね、やめよう。どうしようかな、これ。左から行ってあいつをスルーできるんだけど、ただ、後からね、後ろからぶっ刺されるってのは怖いんだよな。これマジで困ったな。どうしよう。こいつは強すぎる。とりあえず満月草にしてからの、あともう一匹いるっしょ。あ、これバネてないのか、もしかして。ゆっくり寄ってってバックスタブしたいとこなんだけども、いけるか。できなかった。大丈夫、大丈夫。よし。よし。あぶねえ。こいつは強い。で、氷をもらって。さて、ここでござるよ。あいつのだって火力おかしくない？本作ね、どうもソウル傾向っていう他のソウルシリーズにはないシステムがあるっぽいです。死んだりすると黒くなるのかな？ソウル傾向。これどういこうかね。まあ、ビビっていても仕方ないんで、ちょっとこれは一旦保留にしていこう。これは、ローリングで回避するなり、まあ、横ステップで回避するなりして、で、あの、バニバニが、そう、これがダメなやつね。よし。さあ、一発刺されば、ひるんでくれる。よし。いや、こいつ怖い。火力を知ってしまうと、怖くなるやつ。で、ソウル。リゲインかけて。リゲインって言うとそうだね。あれだわ。ブラッドボーンのリゲインっていうシステムね。あれもすごかったな。で、これは、霧の中。ちょっと待ってね。これボスってことはないよね。ブラッドボーンはですね、敵から食らうと、一定時間以内だったら敵に攻撃をヒットさせれば体力戻ってくるよっていう仕組みなんですよ。リゲインっていう。まあなので、一旦引いて回復に回すか、まあもしくは、そのままこうリスクを負って、あえて突っ込んで、で、敵に切りかかるかっていう選択はね、自分でできるんだよね。どっちを取りますかっていう。ほんで、これ何これ。高台に来たな。とりあえずここは盾を構えて、ゆっくり行く。これなんだろうね。これガーゴイルかな？なんかの像。ガーゴイルって言うとあれだわ。ダクソのガーゴイルか。あれも強かったな、ボスキャラの。あとこれそこ行けんの？上から、え、それどう行くんだろう？多分上からそこから落っこってこいって。ここなんだこれ。で、これ開かないと詰むよね。あ、ですよね。開く。いや、ここも嫌だなぁ。あっちは？変なのいない？大丈夫？よし。とりあえず赤い人、いませんね。で、銀の触媒。あれ何？これ取って終わり？銀の触媒。いや、でもね、そっちに行けるはず。ほら、そこになんかいるもん。人がいる、なんだあいつ。ほわほわしてんの。で、鍵がある。銀の触媒。これ見とこうか。これがですね。あ、これか。魔法のやつか。銀の触媒。これね。木と比べてどうなんだろう。物理攻撃。これが若干高い。銀。ただ魔法威力修正。これはちょっと低いね。なんだろう。銀の触媒。銀の触媒。銀製の触媒。魔法を使用するための武器。名門ゆるめであるのを魔術師のみが与えられる。
って特殊な術式により MP の最大値が大きくなる。なるほどね。補正がかかるんだ。で、なんだけど、こっちじゃなくてですね、そっちに行きたいね。そこのなんていうの？あっち側ね。あれ、どう行くんだ？行ける？ちょっと見とこうか。どう行く？そっから何？渡ってあっちかな？いや、道あったっけっていうか。あ、それかなんだろう。階段とか使えってことかな。ほら。こっから、これ行けないよ。ね。となると、下の底のあれか。通路通って、そっちか。あ、なるほど。この塔のあれか。下方向か。はい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 。あの、霧の中ね。なるほどね。まず、下っていく。いや、ここのマップのこの迷路感すごいなぁ。これがダクソ3に活かされていきます。よく言えばなんていうかな、本作オマージュっていうか、セルフリスペクト。悪く言えば、使い回し的な。で、あー、これ、そっちがこれボスなのかな？そこね。でっかい扉かな？で、あ、ここの裏側に来るんだ。この像ね。これ止めらんない？壊せないかな？多分、破壊できないかな、これ。正面回ったらこれまずいだろう。あ、レバーあったわ。よし。さあ、これで止まりました。本当に止まったのかな？完全に。どう？で、あそこにあいついんのか。あの、闇霊っていうの？さあ、ここら辺は、ソウル取り放題。っていうか、ま、これがショートカットか。あと待って、指輪取った。これ見とくね、後で。で、ソウルと、あれはなるべくお近づきになりたくない。あいつは。よし。と、瞳の石。よしよし。で、パパッと戻って。今の何の指輪かな？ちょっと待ってね。ここで見ていこう。今のがですね、これかな？鋭い急速の指輪。HP が3割以下になると攻撃力が上がる。小動物の刻印された質素な金の指輪。HP が3割以下になると攻撃力が上がる。ショーラントと呼ばれたライデル教の持ち物。対となる鈍い急速の指輪が存在する。ライデルってあいつか。で、ショーラントってことはかなりの地位の人物か。んで、こっち。王様のなんていうかな、右腕というか、これはいけないんだね、こっち。これなんだこれ。ほんでもって。この国もなんだろう。あれか、オーラントの一部ってこと？ラトリア？どうなんだろう。そこら辺はどうなんだろう。多分違うかな。で、ここでですね、あの鍵なんだろうな。多分なんだけど、なんだっけ、さっきのライデル？あれを救う鍵なのか。いやーこれ、こっから、ああ、でも、これ割と行きやすいね。多分死なないと思うわ、今の。落下のとこね。さて、で、この奥ね。変な人がいました、さっき。ほわってる。あいつ何なんだろう。トラップとかないよな。ないね。さて、これは、なんだこいつ。あ、これ、こいつがほわってんじゃないのかな？なんだろう？なんか光ってんの？待ってね、ちょっと先に、取れね。希望の牢、特別牢の鍵。これ、取っとこう。見とく。特別牢。これね。刻印部がくり抜かれた中鉄の鍵。どっか特別な牢を開くもののようだ。多分、賢者フレーキかな。で、話しかける。What do you want? I am a humble servant.I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. いや、なんだろう、駒使い。めちゃくちゃ怪しいんだけど。What do you want? I am a... I won't call... これが何なのかって話じゃない？この魔法陣。これどうなんだろうな。邪魔はしない。ああ、でも。なんかさ、これ下。ああ、さっきのあの、門の奥か。こっちね。
で、多分これがボスフィールドか。で、ここにいるということって話じゃない。なんか干渉してんじゃないの、こいつ。これどうなんだろうな。それか、NPC で何あの神殿に来るとか。ちょっと待ってね。下に魔法陣あったら、そこを殺したいんだけど。いや、でもないね。これどうしようかな。でも、駒使い。邪魔はいたしません。いたしませんとも。怪しいんでやっとこうか。これでどうなる？もし、陣が消えた。ただ、特にイベントなし。何かが動くとかっていうわけでもない。じゃあ、とりあえず、そうだね。さっきの下のアイテム取って、で、この鍵か。これつかないと。いやー、こここれ長いな。1マップが。長いし、精神的に消耗する。で、ここね。これさ、なんかいい感じに、スッと落ちれる方法ないかな。ちょっと待ってね。ここね。よし。で、遺体を調べて、カフのロートしていらねえ。待って、なんか撃ってきてない？あの、どっかからなんか撃ってきてるわ。どこだ？下になんかいんのか。そっから見えるね。矢が。なんだこれ。これ食らうかな？こう、ポロリンして。よし。ああ、闇霊か。マジか。とりあえず満月草で。こいつ多分結構強いんじゃない？怖え。いや、でもどうだろうな。あ、そんなでもないな。で、しっかりガードしてスタミナを稼いで。はい。行って。待って。これ、疫病か。なんだこれ。毒ですね。ここは、放熱草かな。これにして。あの、疫病多分時間で治ると思う。光月草もこれ全然回復しねえな。もう、今となっては。5発。いって、さらにあの、疫病かな？よし。さあ、とりあえずやっつけたんだけど、疫病これどうなんだろう。月光石の塊。よし。疫病治す。ちょっと待ってね。なんかあったな。疫病治す。いや、これまさか死ぬまでずっとってことはないよね。ロートス。これか。カフのロートス。よし。これで、疫病治して、半月とこれをドカ食いしよう。よし。で、多分そっちボス戦じゃない？なので、今から、助けに行こう。あいつを。あれ、どこにいたっけな。多分ね、こっから戻るよりは、こっちから戻った方が早いんですよ。で、まあ、なんだけど、そこにあいつがいるんだよな。今、ソウル、8600。とりあえずまた石買っとこうかな。それか草買うか。ちょっと待ってね。まずこいつを芝こうね。よし、行った。OK。さあ、しばしばして。で、こっから、すいません、ちょっと戻ります。しばしお待ちを。多分、賢者の方だと思う。あー、でもこいつここにいんのか。これがいいのか。待ってね。頑張るんで。しばしお待ちを。回避してからの、ペンペン。よし。で、ペンペン。よしよしよし。これが、最適解。よし。よし。さあ、ここね。で、開く。おーし、特別牢。これでもう終わりかな。もう一人のあの人ね。あれはどうなんだろう。助けていけんのか。どう？ブレーキ。Magnificent. I never expected to get out of there alive. My name is Frake. I am known as a sage. I thought my magic would give me an edge against these demons, but how wrong I was. I have been enfeebled by my long imprisonment.But I can still move my legs, and I can make it back to the Nexus. I thank the stars that I escaped when I did. I owe you my life. I owe you my life. で、これが俺ね、ゲリの証券。
I have been enfeebled, but I can still move my... ゲリの証券。フレーキの、あれじゃないんだ。装備じゃないんだ。ゲリ。確か友人だったっけ？ゲリの証券。これがですね、ああ、魔法が乗っかるんだ。物理プラス魔法の証券。ごく小型の一つ剣。探検台で刃はなく、特殊な魔法が付与されている。ヒラクムの賢者フレーキの友であり、魔術的攻撃品で知られたゲリの作の一つ。攻撃した対象からわずかずつ MP を奪う。魔法か。魔法戦士タイプ。で、これはまあ終わりとして、こっからなんだよね、問題は。で、これ死ぬだろ、ここ。2回死んだもんね、ここね。覚えてるわ。じゃあ、ここはいいや。でですね、こっからできれば、このソウル、死ぬにはちょっともったいないんで、できればあれを買っていきたい。でですね、これ待ってね。ね、どこだったかな？この上か。これが何？さっきのあの人？だよね。なので、さらにこの上にあれがいるわ。カラオケおばさん。カラオバがいるんで、石を買っとこうかな。あれ多分後に使うわ。確かここで、あれここじゃなかったっけ？あ、ぐるっと行ってそっちだったっけ？確か。ちょっと待ってね。こうかな？よし。さて、で、アイテム。満月を。まあ、満月買ってもいいんだけど、やっぱどっちかっていうとこれかな。月光石のかけら。これはレアだと思う。よし。で、合計7個。Thank you. じゃあ、これにしていきましょうか。ボス戦ね。再び戻っていきます。あとちょっと待ってね。あのヘルプミーの人。ここら辺だったっけ？あ、そう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 。この隣か。これはどう？開く。あー、これ開かないんだ。この鍵じゃない。As you can see, the only thing that remains of me is my soul. My body is trapped in another cell. I fancy it a fine, rotten mess by now.I've no interest in my corporeal flesh, but I left upon my person a keepsake of my late wife. I will soon fade into the beyond. My only wish is to do so near that token of my beloved. そうか、これも死後の望み的な感じなんだ。肉体は滅んでる。腐ってしまってる。で、さらにソウルも弱くなってる。じゃあ、共闘とか無理かな。多分。で、こっから戻っていく。これ、どこだったっけ？とりあえず下に下って1階だよね。ひたすら下に下ってからの、あの像の、ここら辺だったっけ？あ、ですね。これもそうね、できれば死にたくないんだよな。一発で。突破したいとこなんだけど、それができるかどうか。で、こっち。もう動かないよね、さすがにね。で、半月をこれ食って。あと赤い人、もしかして追加でいる？他いないかな？もうこのマップやり残したことはないよね、多分。よし。さあ、再びの霧ね、行きましょう。何が待つ？誰が待つ？さあ、ボス戦ね、初のなんか可愛らしい女性タイプ。愚か者の偶像。こいつはこれなんだこれ。ちょっと待ってね。何すんだろうな。何系のボスだろう。これ、壊しちゃっていい？これ。あー、でもこれね、すいません。完全に壊れないんだ。
ロードス。と、メッセージ。またやり直しか、キリがない。これは何だろう。キリがない。でも、チュートリアル的なメッセージ。と、考慮ね。壊すんだったら、その、まず椅子かな。ちょっと、土地を鳴らしておきましょう。よし。んで、あいつにまあ切りかかりたいんだけど、怪しいよね。何もしてこないし。こっち側、あ、これ通れるんだね。こういう風に。で、ザコ怖いんで、処理。で、あとそこにもメッセージあったな。あの声が偶像を蘇らせている。あの声。声の主、どっかにいるのかな？歌ってるやつがいて多分、じゃあ何、本体がいるってこと？これなんだろう？これね、こっからそういけないんだな。いって大丈夫。ダメージ安い。で、まあ、やっぱこいつね。で、よし、通った。だいぶ通ってる。だいぶ通ってるぞ。で、ワープする。どこにワープする？ああ、こういうタイプか。で、これが偽物ってことかな？つまり。あとは？そっちの奥。ああ、でもこれは火力的にもう全然勝てるね。負ける感じは一切ない。よかった。ああ、でも、とか言ってるって話なんでね。まず一発回復して。本物どれかな？これじゃないっぽいな。あのね、こいつだけ魔法のタイプは違うわ。あの、捕獲使ってくる。行って、あ、奥にいるのか。どこだ？ああ、あいつね、なるほどね。このタイミングで、ああ、ちょっとこのベンチ、このベンチが強い。よし、多分行った。もう一発。よし。これで、どう？よしよし。さあ、勝ちました。よかった。愚か者の偶像ね。そうだね。こっちのレベルがちょっと上がりすぎてるってのもあるかもしれない。他のとこを道に攻略してみて。で、貴族のロートス。これでなんだろう。ここのマップも終わりかな。いや、でもそんなことはないわな。上にいる。上にいる。あの、駒使いか、さっきの。あれが多分絡んでんだな。なんでかよくわかんないんだけども、どっかに連れてこられました。あの、ソウルと金石は？こっから先かな？今ですね、確かレベル、これがですね、いくつだったかな ?45。結構あるね。レベル45。よし。じゃあ、これで、金石。よし。で、人形のデモンソウル。あと、ここから先のマップもこれ、だいぶトリッキーですね。どうなってんだろう。高いこう高塔がいくつもあって、それがつながってるっていう感じ。他は何もない。大丈夫ね。じゃあ一旦戻ろうか。草火の神殿に帰りましょう。これね、カボタン切り殺すってのが一番怖いんだよな。コントローラーを置こうとした瞬間に R2 とかにクッて触れちゃって、で攻撃が出て死ぬってことはね、普通にあります。オストラバさんいないね。じゃ
じゃあカボタン、ちょっと話をしてみよう。特に変化ないかな。あ、ですね、変化なしで、必要ソウル12384。ちょっと待ってな、1000か。12384、どれ使おうかな。もう一発、二発ぐらい。300、もうちょいね。84。よし。さて、どれ行こうかね。体力。眼鏡。でもそうだね、装備重量、これ結構欲しいな。装備重量、あと筋力。筋力もなかなかに捨てがたいな。装備がね、特に武器か。筋力に振りたいっていう意識はあるんだけど、ただ上がんないんだよね、攻撃力も。なのでだったらまあこっちに振ろうかなっていう感じになっちゃうんだよな。体力、そうね、体力かな。でそれとですね、フレーキ、フレーキさんどこかな。こっちじゃない、多分。そうね、こっちの方かな。魔法コーナーどうかな。あ、これかな、フレーキ。こんなとこにいんの。ふむ。I have a proposal for you. Could you bring your demon souls to me? As I determine more about the essence of the soul, I can teach you new magic. A demon soul is no mere amalgamation of lesser souls. You have your wits about you. Surely you understand me?この人もか、ソウル。で、魔法を学ぶ。一番上、これがソウルの矢。まあ、これ買ってもいいかもね、1000円。と、ソウルの光。これはね、対象を貫通するソウルの光を放つ。あ、これいいかもね。MP、65分の15。と、魔法の武器、5000円。高等魔法の一つ。術者の右手武器を強化する。で、この場合、左手に触媒。あ、なるほどね。盾と触媒を持ち帰ればいいんだ。これも結構いいんじゃない?魔法の武器。と、光の武器。貫きの騎士か。あーでもこれも良さそうだな。光の武器。でも消費 MP。65分の50。まあでも悪くはないかな。と、防護。完全な防護。ダメージを大幅に軽減する。あーこれもいいね。鉄のデモンズソウル。ただ、あれか。塔の騎士のソウルか。一番最初の方の。これがないとダメなんだ。姿隠し。と、使い魔のいたずら。なるほどね。今そうね、買うんだったらまあ、光の武器と、これか。ソウルの光。ここら辺かな?と、さらに、記憶するっていうね。これがあります。これもスロットが増えるのか。アドレスの本作、なんかすごい、保険になる魔法があって、あれ何だったかな?一度きりの復活とかのやつ。あ、すいません。今これ、スキップしちゃった。待ってね、編集で何とかしておく。で、この人。魔法を学ぶ。どれだったかな?あ、これないな。この人。魔法を学ぶ。あ、でもこれもないか。呪いの武器。呪い武器、これどうなんだろう。ただ MP100 ね。結構使う。じゃあそうですね。すいません。今回も時間の切りがちょうどいいんで、一旦ここで終わりにして。で、次回ですね、さらに塔の先に進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回デモンズソウルでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。